ハローみんなのアイドルうどん家だよ。その挨拶久々だなと。業務です。万能型アンドロイドの作屋さんです。大開幕から意味不明なボケかますのやめろや。そう思うやろ。圧巻再弁使う変なの来た。ここは幼稚園じゃないですよ。うっせぇ黙ってろ。こいつはな。昨夜を元にパチリが作った万能ロボットなんや。今回は実験として使おうと思ってな。へい、本当に優秀なのか。うっせぇ黙ってろ人間もどき。なんだこいつポンコツだろ。あなた様よりは優秀でございます。お、会話もしっかりできてる。すごいね。いや成立してないからね。昨夜さん、今回のマックという紹介をしてちょうだい。任せてください。言語は日本語で大丈夫ですか？え、他の言葉も対応できるの？いや、なんとなく言ってみただけです。本物よりムカつくなこいつ。分析完了。今回のマップはアウトバックルールは爆弾ですね。遊撃がかなり多いと思われます。気をつけろ。そうなんだよ、ここめちゃくちゃ遊撃楽しいんだよね。でかしと監督引き上げてくるからな。よし、2階に敵はいないね。突撃するよ。ここタイトル回収ポイント。ここは殴り込みが楽しいんだよ。カデイラが怖いけど、あれ気にしてると一気に攻めにくくなるからな。思い切りの時に叩いてつやで。言ってたらカデイラいたね。危ない危ない。冷戦さん立ち回りがいつもと違う気がしますが、修正案を出しましょうか。いや大丈夫、今回は意図的に突撃してるよ。タイトル回収のため。ドローン見て高速で殴り込みを練習したくてね。けど残り1分やで、ランクならもう負けよ。うるせえ素人は黙ってろ。いや今年で4年目なんやけど、その割には成長していないですけどね。むしろ私たちは劣化している。危ない、今のは死んだと思った。もしかして反射神経の鈍さを高速エイムでごまかす作戦やな。ガッツライト。ロックしてても勝てないし、殴り込み決め打ち大作戦よ。敵は残り1人なので冷静に処理した方が。あかんで、あいつに冷静な動きなんて無理や。ははってミリア君甘いね。私は動きは脳筋、しかし心はあっと。うん、知ってた。あいつ調子乗ると必ず死ぬな。そして試合も負けると。私の分析では確実に勝てるはずなのですけど。そうなんだよ、あいつが全て悪い。なので代わりの子を呼びました。どうも殺し屋です。代わりのやつがヤバすぎるけん。ここがどこか知らないですけど、全員殺せばいいんですね。業務子のここはいねんけど。大丈夫、意外と可愛いところあるから。私が一番嫌いなのはお化けです。確かに意外性があって可愛いけどな。もっと感情持てへんか。任務遂行中は出せません。そりゃそうですよ、お嬢様。あれ、普通の咲夜さんに戻ってる。テスト終了したんでね。あとは私が実況しますよ。敵死人しました。排除します。強い。所持者を倒したのでまた来るでしょう。待機します。読み通りです。さようなら。いやほんと強いですね、この人。せやな、うちは最強やからな。おい、さっきまでの冷静さどこ行った。キャラ作るの飽きたわ。むしろあのキャラを演じれたのがびっくりなんですけど。うちらはいろいろな世界を知ってるからな。これぐらい余裕よ。うちの勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。ダメだこいつ、あれと一緒のタイプや。けど見事なボム守りでしたね。では帰ります。皆様のご分をお祈りします。なんでラストはそれやねん。クソ、さっきのラウンドみたいな真似はもうしないからな。次はフロストマット踏むんですね。期待してます。踏まねえよ。せいぜい各艦で爆死だよ。爆発前提なのは草生える。敵さんまた中でこもってるのかな。ドギさん、そっちはどう？いや、こっちもクリアだ。敵さんかなり堅実だね。冷戦、そのまま突撃しても無駄死にするだけだ。床を破壊して倒していこう。了解、上から頭ぶち抜いてやるぜ。あれ、スタングレネードじゃないんですね。ここ破壊できる床多いからね。嘘だぞ、スタン使いこなせないからだぞ。黙れ雑魚。と直球な暴言で草生える。アップ撃ってきやがったな、許さねえぞ。ほとんど鉄骨に吸われてるぜ。今回はこの辺で勘弁してやる。相手のセリフなのでは。勘弁してやるとか言いつつまたリンしてるの。草油断させる作戦なの、わかる。実況は後付けて。めたいこと言ってんじゃねえ。あいつ毎回粛清されてない。コウマ艦爆破止めた発言はお嬢様の得意分野ですから。そんなお嬢様いらない。やっぱさっきの場所でこもってるな。倒せないかな。無理して負けるのはやめてくださいね。大丈夫だ、問題ない。さっきの時にそのエイムをしろ。定期これでこっちがかなり有利だね。一気に畳みかけるよ。どうしてフラグを立ててしまったのか。あー、もう私喋んない方がいいじゃん。とにかく設置入るよ、じゃないと負けちゃう。了解、ガジェット巻きつつ設置入るよ。オッケー、私がカバーしとくね。あれ、ドギさん、ガジェットどこに巻いた。レギュの隣だけど、どうかした。よし、アリバイで。設置できない。そのガジェットな、巻いてるとこにはディフューザー設置できないのよ。なんだと。お、わ、ら、せ、る、な。いやー、まさか自分の罠が最大の敵だなんてね。視聴者さんも爆弾設置するときはグリッドロックのガジェットに気をつけてね。使用者もゴム中に巻き散らかしすぎないようにね。ゴム部屋すべてグリッドロックで設置できないの想像したら草。私たち今実況者してるぜ。この勢いで実況者感出していきましょうね、冷戦さん。どけがわからない。なんでや。冷静に考えろ。私たちが常に真面目に実況してみろ。面白みがないぞ。てか真面目にやらなくなる原因のほとんどお前だろ。いい加減にしろ。あっちょ、敵さん今話してるから来世で話聞くね。来世で話聞くはパワーワードすぎません。まあ実際私たちが真面目は無理だな。ってことで冷静には死んでもらおう。我々の実況に行くのよ。ってなんでだよ。死んでも面白くねえよ。私たちは死にゲーが売りですし、お寿司。んなこと初めて聞いたわ。でも動画のネタの半分くらい死にゲー。今日マジでめたいな。最終回か。突撃隣のうどん家舞台は最終回を迎えました。本当に今までありがとうございました。終わんねえよ。終わる前に失踪するもんね。いつまで突っ込みさせるんだよ。怒涛の4連突っ込みでしたね。そして気がつけば最終ラウンドだぜ。爆弾選択室だし、裏から特攻仕掛けるか。そういえばここのテロハントなぜかボマーいないんですよね。そうなんだよね、突撃練習にちょうどよくて助かる。ここで冷戦のワンポイントディフェンスアドバイス。今いる場所の上にバルカメ投げるとめちゃくちゃ強い。お、
ガレージボム部屋どっちも見れるのか。これは天才の発想ですよ。どやー、もう上手い人が考えてそうですけどね。それを言うのは野暮だぜ。いざよいさん、みんなも使ってみてね。多分強いよ。さてと突撃しますか。なお味方さんが優秀なので終わりかけの模様。あれだし、さっきみたいにここから落点される可能性あるし。なかったわ、私最強。うわすごくムカつく。最終ラウンドあっけなかったですね。勢いで押し切ったね。勝ててよかったよ。え、こんなにキルしてたの。久々に活躍したの見ましたね。 PC 版でもここまでできるようになったって報告だね。へっへっへ。じゃあ今回はこの辺で終わろっか。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。